さて、それでは今回も雑談をちょっとしていこうかなと思ってます。なかなか16秒の動画ばっかりを上げてて、このチャンネルは普通の動画投稿しないのかなっていうところが、あると思うので、本来はね、編集動画ばっかりを上げてきたんですけど、ここ最近はやっぱり YouTube ショートの方が見ていただけるということで、もう連続投稿、もう異常なぐらいにね、連続投稿してるんですが、本来はこういったこの造形作品を載せてきたということで、今回は造形についてなんとなく語る、気持ちの悪い配信をしようかなと思っております。これ、まあ今ちょっとアシュラっていう作品が、ホビージャパンに載せていただけたということで、もう徹底的に宣伝しまくってるんですけども、その後に作ったのがこの作品、白鯨という名前で作りました。で、アシュラと大きく違うところは、まあ一部塗装が入ったというところ、それから、どれぐらいかな、二回り以上小さいですかね。手のひらサイズで作ってます。で、この白鯨というのを作った時に考えてたのは、とにかくまあ、アシュラのような密度のものを小さく作ろうというところでした。アシュラも決して大きいわけじゃないんですけどね、僕の中ではかなり超大作だったので、これをまあ小さくギュッと、凝縮したものを作れないかなということで、まあ、元々のベースはこれまでにね、作ってきたロボット作品のものを引き継いだ形ではあるんですけども、こういった白鯨というものを作りました。で、今になって思うと、まあ、もちろん、かなりの密度で、そのアシュラとまた見比べてもね、これはこれで面白い良さっていうのがあるんじゃないかなと思ってるんですが、やっぱり密度が濃すぎましたね。なんやろう、密度ってどんだけ濃くても良かったと思うんですけど、それは一部であれば良かったんですが、こうして100%全体にまんべんなく細かいと、手がたくさんついてることとか、それぞれに関節がついてることとか、もうわからないんですよね、こうするとね。だから、まあまあ本来は、この辺のバランスをもっとうまくとってね、一部だけこうなんかギュッと凝縮した、見せ方っていうのができたらよかったのかなと。まあ、その方が作業も早いですし、で、その密度をさらにね、一部分だけであればそこだけ凝縮できるので、またそういったデザインの新たなロボットが、まあ、毎年僕大体新作を、いろんなシリーズ出してはいるんですけども、まあ2020年、22年に向けてですかね、新作また、これまでと違った形のものがね、出せれたらなって思ってます。なかなかこのロボット作品、本当はね、もう朝から晩まで僕はロボット作ってたいんですよ。まあみんなそうでしょうけどね、おじさんたちは。本当は作ってたいし、こだわってたいんですけど、なかなかね、ロボット受け入れてもらえないですね。ガンダムだけが一つ大きなブランドになったけど、なかなかロボット作品って、そのハッシュタグでもロボットっていうタグって、その金属加工とかの人たちが入ってきてね、なかなかこういう造形のロボットっていうものが一つ出ないかなっていう。で、まあおもちゃコーナー見てもね、スーパーロボットとかああいったものは少ないですよね。やっぱしまあ8割、9割ガンプラで、それ以外はちょっとどっかに追いやられてて、で、そして売れる数が少ないから、なんて言うんでしょう、値段高いんですよね。もうプラモデルの値段異常ですね。今この2021年の今が10月、まあ末なんですが、ハロウィンかな。段階では異常な値段になってますね。プラモデルやのに4000円、5000円とかが当たり前になってきて、もちろん、作る側からしたらね、そのままのキットよりも、やっぱりそこからもっと手を加えて、むしろその箱と中身って全然違うので、プラモデルって。箱に寄せていくような、もっと密度のある箱やアニメや原作にね、寄せていくようなことをするので、プラモデルでいいんですけども、自分で作る割に高いなっていうものがどんどん増えててね、今ね、グランゾートっていうのが出てるんです。あれ欲しい。造形の話、まあ造形の話なのかな。あれはね、欲しいんですけど、まあ、ちょっと、ずんぐりむっくりするので、自分で作ろうかなってちょっと思うんですけど、そうですね。そういう時間も今ないからな。時間ないっていうのは良くない言葉ですけどね。あんまり良くない考え方やけど、でも、そうやな。やりたいな。ロボットね。
本当はもうどん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 ロボットの新作を出して、そしてチャンネル登録してくれてる方とかがね、次回作を楽しみにしてもらえるような環境っていうのがいつかできたらいいなって願ってます。やっぱりちょっと密度がね、これうまく伝えれないんですけど、またこれはこれでちょっと頑張って撮影して雑誌を応募してみようかなと思うんですけど、今回ねホビージャパンさんすぐ載せてくれはって、前回の時ちょっとラグがあったんですけど、応募してそんなかからないうちにね、それも2枚も写真載せてくれて、1番という番号までいただいて、まあその辺の順番が関係あるのかないのかわかんないですけども、知り合いの人たちもね買ってくれて、雑誌すごい嬉しかったです。またね、ちょっとこのアシュラ白芸にすごい力を入れたので、この2つがよく YouTube では上がるかと思うんですけど、やっぱりこのやり方が今現在 YouTube にはかなり有効的なのかなと、まあ、何億人とか、もっと何十億人とかの人たちが YouTube 上を常に検索していると考えた時に、同じ動画が何度上がったとして、同じというかもううち毎回撮って出しですけど、撮って出しも言い方おかしいな、まあ毎回その時に撮影して載せてるものではあるんですけど、まあまあ、なんだろうな。このやり方をもう少しして、やっぱりね、その注目度ブーストをいただきたいと。登録者が1000人だから見ますよとか、登録者1000人だからおすすめに上がりやすいよとか、まあ、細かくあると思うので、まずはね、せっかく自分が作ったものが埋もれてしまわないように、やっぱりこう、愛情と執念と恨みつらみ妬みそねみいろんなものを込めて作っておりますので、そういったものもね見ていただけるように頑張っていきたいなと思っております。造形について語るとしたら、本当はもっとこう後ろガバガバってつけていっても面白いなと思ったんですけど、邪魔なるなと思ってやめたんですけどね。本当はこれもっとあれば、ただ一つはやっぱりこのカメラ、これスマホで撮影してるんですけど、スマホのカメラが一番性能良くて、一眼レフとかよりもよく拾えてるなと思うんですけど、普通のカメラだとなかなかこの形状拾えないんですよね。ピント合わなくて、まあもしかしたら今もピントずれてるかもしれないんですが、僕はリップノイズキャンセル用のこのマスクみたいなのがスマホの上に今載せてるんで、スマホ画面見えないんですけど、まあね、ちょっとこういった作品等をどんどん載せていって、なんとか造形作家一本でなんとか YouTube を頑張っていきたいなと思いますので、ぜひね、飛び飛びにはなるんですけど、いろんな動画、ガチャの開封動画も最近始めております。意外と刺さってホッとしてるところなんですけども、何かして、やっぱりチャンネルを動かさないとね、時間がないからといって止めてると、やっぱり、痛い目に何度もあってきたので、ガチャ開封も楽しいしね、いろいろそういったものを、いろんな、まあ、バラエティーな、おもちゃするチャンネルかもしれないんですけども、まあ、おじさんが楽しくいろんな配信しておりますので、ぜひとも、とにかく、通知オフでいいので、チャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、今回は、白芸という作品をちょっと、持って雑談をしました。これね、カラーにしたいけど、カラーにしたらまた時間かかるんでね、このあたりのちょっと兼ね合いよく考えながらやってみたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。